東京40マイル、横須賀工業高校のグリーンボランティアの顧問させていただいてますシーチからです。よろしくお願いします。ですね、今日なんですけども、実はこの経緯というのも話していた方がいいかなと思ってお話をしておきます。まあ、芝生好きの人たちがちょっと集まって、ちょっと LINE でグループを作ってたんですけども、その中で、横須賀工業高校を、取材に行こうということがありまして、その話がだんだん大きくなって、今回の芝生祭りというような形で、まあ、講師の先生方にお話をしていただいて、芝生に関する、ことの祭りをやろうじゃないかということで集まっていただきました。で、今日なんですけども、来ていただいた先生方、いろんなところ、山形から来ていただいたり、千葉から今、一人宮川先生なんですけど、宮川さんについては今、道の関係でちょっ と千葉を遠回りしている状態になってしまってるんですけども、そのうち登場しますので、よろしくお願いします。今日の、題目としては、斉藤先生なんですけど、斉藤先生によって、メンテナンス、芝生関係の機械のメンテナンスだとか、あと自動芝刈り機のこと、そんなことをちょっとお話をしていただこうかなと思っています。2番目に、加藤先生についても、小学校、河川敷だとかそういうところ、神奈川県の中でかなりのウエイトを占めた状態で芝生化をしていただいている方です。その方に、その話をちょっとしていただこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。で、午前中この2本をやった後、その後、うちの名物という言い方がおかしいんですけど、で社長、食堂、うちには食堂があるんですけども、実はうちの学校、グリーンボランティア部は、土曜日活動してるんですけど、土曜日大抵井出社長の、パワーランチと言われてるんですけど、パワーランチが出ますので、今日はそれも食べていただこうかなと思ってますが、量結構ありますけど、少なくもできますので言っていただければと思います。その後、午後、宮田さんの、芝生の話を、していただこうと思っています。その後に、先に生芝の小木さんの方から、小木先生の方から、少しお話をしていただこうかなと。草取り名人というのがありますので、それでちょっとゲーム的なところをやっていただいたりだとか、草の雑草取りのゲームをしてみたりとか、そういうこともしていただこうかなと思います。最後に、宮川さんの方から、芝生の話について、結構いろんな話がありますので来ていただこうかなと思いますので、1日、あるものですから、楽しんでいっていただければと思います。また初めての試みなので、ちょっと、大変なことがあったりだとか、これおかしいんじゃないってことがあるかもしれないですけど、注意していただければと思いますので、よろしくお願いします。まだお客様も来ていただいてますので、うちの、部員といろんなことやってますので、見ていっていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、最初に、斉藤先生の方から、これからやっていただきますので、お願いしてよろしいでしょうか。じゃあどうぞ。これから芝生に激アツな仲間たちの講義が始まります。続きをお楽しみに。行きたかったよ。東京40